こんばんは。こんばんは。やっほー。こんばんは。おつおつ。お元気でしょうか。本日もお疲れ様です。お疲れ様です。パンありがとう。なんか背景がパンだよね。始まる前に思った。背景がパンだ。お疲れ様。千畑さん、翔一さん、和沙さん、ヤンカーさん、タンタンタヌキさん、青色大好きさん、ジンライさん、あちこさん、ツナさん、パンの日なの今日。アイリンガルさん、エビちゃん、ありがとうございます。おつおつ、元気でしょうか。反転待機してます。そう、ツイートした製菓反転ショールームでね、50年ぶりにそろそろしようと思ったんですけど、もうめちゃめちゃ霧が悪かったから、1万3000人フォロワー様行きましたらに変更した変更した。1万3000人フォロワー様記念にさやか反転させていただきますので、ぜひ皆さんフォロー拡散よろしくお願いします今度はもう絶対するから約束する。もう3000人様行ったらね、もうすぐするので、ぜひまだの方はツイッターフォローよろです。そう、あと700人の方がねフォローしてくださったら予約反転する。みんなさ、あれじゃん、友達100人いるからさ、7人の方がさ、それぞれお友達にこうフォローしてよって紹介してくれたらすぐ達成しちゃうね セカリンがまず実践。いや、なんかさ、ちょっと恥ずかしいじゃん。自分をさフォローしてっていうのちょっと恥ずかしいからさ、私は友達100人いるけど、もちろんいるけどそう、小学生で友達100人できたけどちょっとね、自分じゃ恥ずかしいから、みんなよろしくね。ベストさん、ありがとう。友達100人できるかな。津田さん、ありがとう。イマジナリーフレンドまあイマジナリーフレンドも、そうだな、まあ9割ぐらいイマジナリーフレンドかもだけど、100人いるんで
ヒューガヒャンさん、コイさん、ありがとう。ありがとう。私ずっとさ、ツイートこのお話し会受付中って固定してるけど、今受付中じゃないよね。今は受付中ではござらんね。消さなきゃ。ウェルカムコメント、今は受付中ではないのだ。ないのだ。そうなのだ。もうそう、もうね、現役制服のさやかりんびはもう今のうちに申し込まれてなかった方会えないよ。一旦終わったのだ。ゆりさんさん、しょういちさん、猫パン、ありがとう、ありがとう。のだ、そうなのだ。カメコ、ハッシュタグカメコ STU さん、ハッシュタグカメコ STU でね、昨日めっちゃ画像を見てた。ありがとうございます。いっぱい撮ってくださって嬉しい。いっぱい保存した。もう私のカメラロールね、もうその写真で埋まってる。皆さんが撮ってくださった写真で埋まってます。私さ、ツイートしたじゃん、ボタンつけ忘れてるっていうツイート。見てくれた？あのね、陸アバの時かな、タンポポ制服、今のアーシャの制服着てたんですけど、あのボタンをね、腕のボタンをね、一個付け忘れてるのと、スカートのホックを止め忘れてるのがあって、でね、陸泡がそれで次の日の6周年この時もボタン付け忘れてるんですよ。あ、見た？いや、ホックは大丈夫。あのチャックが上げてからのホックなんですよ。だからチャックはちゃんと上がってたからチャック上がってなかったら、あの落ちちゃうけど、それは大丈夫なんだけど。いや、そしたらさ、もうね、私はもう見た瞬間、そのカメコ STU で調べて自分の写真見た瞬間は、やらかしたって思って、もうそこにしか目がいかなくて、うわ、もうこれは多分みんなこれ絶対気づいて、撮ってくださった方とかも絶対気づいてるよなって思って、そう、見てくださってる方も絶対気づいてるよなって。でもあえて誰も触れてこないんだろうなって思って、でも絶対バレてるよなって思って、もう自己申告ツイートしたんですよちょっと謝ろうって思って、せっかくさ撮ってくださったのにさ、あ、これ
なんかちゃんと着てないじゃないかって思われてるよなって思ってね、自己申告でツイートしたんですけど、そしたらさ結構リップとかでさ気づかなかったみたいな、言われて気づいたって言わなかったら気づかなかったのにってリップが結構くださっててえ、そうなの？そうだったの？ってなってえ、そうやったん？みんな気づいてなかったん？フィルマさんありがとうそう、誰ももしかして気づいてなかった説え、なんでなんで、もう見た瞬間さ、私はもうそこにしか目がいかなかったよそう、だからさ、え、それみんな気づいてなかったならこれ言わなかったらよかったんじゃないとかちょっと思ったよねとか思ったよねえ、でもね、すごい自分の中ではすごいすごい、そこしかもう目がいかないぐらいだったし、大反省しましたのでツイートしたんですけど、いやー本当にね、気をつける、もう絶対このようなことはないように、はい、これからの行動確認を怠らず着替えに励もうと思います。よろしくお願いします。王子様を拾ったよさん、ありがとう。明日の公演もね、ちゃんと気をつける。亀子さんはいないですけど気をつけるよ。え、でも普段の公演とかではね、1回目そんなことなかったんだよね、多分初めて。なんでだろう、ちょっと上がっ、なんかあれだったのかな、緊張とかだったのかな。すごい素敵なお写真たくさんありがとうございました。ありがとうございます。みっちゃんありがとうね。早着替えで慌ててたはある、はありますね、それはあるな。お疲れさんもありがとう。ゆうがやさんもありがとう。トン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 。なんかさ、私さメールでさ、その6周年婚のリハとかの時にメールで朝とんでもないことが起こって身の毛がよだちましたみたいな、あれ身の毛がよだちましたかって送ったか忘れちゃったけどさ、そういうことを送って今度また話しますねって言ってたのあったよね。それもその話まだしてなかったよね。ちょっとその時のメールいつだったかな。メールメールメール、何日頃だ、おはようメールだと思うんですけど、おはようメール、あ、そうそうそう、朝から肝が冷えましたっていう、とある事件が起きてね、そう肝が冷えたことがあったんですよ、この4月5日。ま
忘れもしない。4月5日、1週間前やん。ちょうど1週間前のね、朝はね、いや本当にね、私もう何だったと思う。本当にね、恐ろしくなった朝から。でもすごい大事故じゃないな、大失態になりそうだったけど、それを私は回避したの。自分のなんて言うんだろう、自分のもう感覚というか、虫の知らせというか、そう防げたわけだから、逆に運がいいなって思った。萌さん結婚はしません。そう、本能で防げたというわけなんですよ。聞き察知能力、言いづら、聞き察知能力。そうあのまあことのね、そのいきさつをお話しますと、まずこの期間はもうあんまり寝れてなかった、睡眠不足だった。ずっと一日中リハで、朝から夜までリハで、帰ってきてからも練習してみたいな感じで、全然寝れてなくて、次の日の朝もね、そう、その日の朝も確か何時頃だったかな、朝7時か8時か忘れちゃったけど、寝るのもだいぶ遅かったけど、朝も普通に起きなきゃいけないっていう日で、寝る時もう結構多分ね、意識が朦朧としてたんですよ。そう、弁明、今必死な弁明から入ってるんですけど、これそう、意識がね朦朧としてる中で、私はアラームをかけたんです。その次の日起きる、その日に起きる時間、もう何時か忘れちゃったけど、まあ、例えば20時とするじゃん、20時じゃないね、朝の8時に起きるとするじゃん。だから8時に、はい、アラームかけましたって思って、寝ましょうって言ってさ、私は寝たわけですけど、なんかその日の寝る前、寝る直前、すっごい嫌な予感がして、あれ、なんかこれ私なんかすっごい嫌な予感がするなって思ってね、なんでかわかんないけど、なんかすごい心がざわざわしたの、かつてなく。でももう何もないし、あ、なんか疲れてるのかなとか思って、私は眠りについたわけです。それでね、次の日の朝、なんかなんだろう、アラームとか、いつもアラームでが鳴って目が覚めるんだけど、なんでかわかんないけど、パッて目が覚めて、目が覚めた瞬間、なんか、あ、いつも以上にこれしっかり寝た感があるなって思ったの。でアラームはでもまだ鳴ってないの、本来なら鳴ってるはずなのに、多分3時間寝れるかぐらいの感だったと思うんだけど、その日パッて目が覚めて、あれ、なんかめっちゃ寝た感があるんだけどって思って、そう、ちょっともうね、嫌な予感がしながら、こうスマホの時間見たら、もうね、アラームが鳴ってるはずの時間を過ぎてるの、だいぶそう、だいぶ過ぎてて、え、待って待って、アラームはって思って見たら、その8時に設定したかった、したつもりが20時にしてたの。そう、本当にもうこれやばってなって、でもそれが家を出なきゃいけない何分前だったかな、20分前とかそこら辺だったの、15分前とか。そう、だからもうギリギリで、もうバタバタで準備して家を出て、
間に合ったんですけど、集合時間には結局間に合ったんだけど、いや本当に血の気が引きました、肝が冷えました。いやタクシーは使わんかった、もう全力ダッシュ間に合ったの、本当にギリギリ、もうその時間ぴったりぐらいに着いたんですけど、ゆずはんさんありがとう。いや危なかったという話でしたという話でした。いやだってさ、普通私寝たらあの知られてる方も多いと思うんですけど、十何時間とか全然余裕で寝るんですよ。20時間とかね全然寝れる人だから本来なら目が覚めないはずじゃん。もうさもうアラームかけてなかったら、だいたい私だったら結構もう終わりなんですよ。もう目が覚めたらもうレッスンリハ終わってて夜になってるとかでも全然ありえた話なの。でもその時その日はすごい嫌な予感で目も覚めたし、寝る前もすごい嫌な予感がしてたから、多分さこう自分の脳内はさアラームは8時にかけたって思い込んでるけど、自分の目はさこの20時っていうのを見てるわけだからさ、すごいあれなんだろうね、体が危機感をの信号を出してくれたのかなって思います。そう、多分この日が原因で、私あの言ってたじゃん、最近アラームの1時間前に目が覚める体になってしまいましたって言ってたんですけど、多分この日をきっかけになんかもう怖くなっちゃってアラームのが鳴る前に目が覚めるという現象にね陥ってたのかもしれないって思いました。そうそう、もう不安になっちゃった。でも今日もね、でも今日はねめっちゃ早く目が覚めたけど、それは昨日いっぱい寝たからであって、はい昨日いっぱい寝たからかなって思うんですけど、そうすごい怖かったというお話でしたねやっと話せた。気をつけよう。最近はねちゃんとこれは朝だなって確認して目覚ましかけてる。焦るよ、寝坊は焦るよ。でももう寝坊しすぎてたらさ、もうそれはそれでもう一周回って諦めるみたいなとこあるよね。もう明らかに時間が過ぎちゃってるみたいな時だったら一周回っちゃうね。ギリギリの時が一番焦るの分かる。トラさんありがとう、ありがとう。独り言の前の語りすごく良かったって、嬉しい。なんか今日サーヤンとご飯に行ったんですけど、サーヤンなんかリハの時もなんかすごい泣きそうになって、本番の時も泣きそうになって、聞くたびになんか泣きそうになってくれたらしい。嬉しい。
今夜も何か急遽やばい案件があったようだけどって。そうなの。いやまだね、全然私今こんなのんびり話してるけどね、全然やばいんですよ。本当にやばいんです。内心今ちょっと焦りを隠せればいいこの後ちょっと夜中頑張ります。私翔一さんありがとう、つなさんもありがとう、ありがとう。そう、やばさ伝わってこないでしょ。なんか私ね、割とね緊張してる時とかまんまね伝わらないっぽい、意外と緊張もやばさも多分焦りもあんまり伝わらないみたいです。伝わらないみたいなんですよ。ゆうちさんありがとう。そうやってなんかのんびり見えるかもですけど、今内心はねもうリトルさやかりんが私の脳内をね今駆け回ってる。ぐるぐる頭の中こうやってぐる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 ね、やばいどうしよう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 っていうあのリトルさやかりんがいます、私の脳内。そう、よく言って落ち着いてる、悪く言って誤解を招きやすい。紅茶飲んで寝そうな落ち着きなんだって。いやー焦ってるよ内心。何人走ってるのって、いやそれは一人だけどあリトルセーカリーは一人しかいないんだけど、リトルセーカリー貸し出してってみんなの心にもね、もう修行を積めばリトルセーカリーがやってきます。そう、じゃあ15分ぐらいで配信終わるって、いや全然12時までしようって思って配信始めたちょっと一瞬今回ってるかもしれん、一瞬回ってるかもしれん、ちょっとなんか逆に焦って逆に焦ってもうこうやって今なんかさ、あったじゃん、人はなんか何だったっけ、なんか習った、学校でなんか習わなかった反動、反対の行動をしてしまうみたいな現象、何だったかな、反対の行動をしてしまうみたいな、もう思い出せないな。あ、反動形成、反動形成、反動形成現実逃避じゃないよ、現実逃避はしてない、今頭の中は今走ってるからトラさんもありがとう、うんうんうん、ですです、うん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 、今から掃除始める？掃除しよっかな掃除しよっかな、洗濯しよっかな。私洗濯物が最近家事の中で一番苦手なんじゃないかっていうことに気づいた。洗濯物ってさ
のさ、回すまではいいんだよね。洗濯機入れて回すまでは全然 OK だけど、干すのが億劫、干すのが億劫。みんなそう。私さ、もう全然干さなくてさ、もうあ干さなきゃなとか思いながらめっちゃ時間置いちゃう みんなそう。え、畳むのはね、私大丈夫。普通に乾いた畳む、直す。え、乾燥機ね、乾燥機ないんですよね、今のお家は。ないんですよね。 STU に入ってすぐの、すぐに住んでた場所はあったんだけど、ないね。干すのどうやったらさ楽に干せる？そう、リコちゃんとの共同生活時代は乾燥機あったな。めっちゃ便利だった気がする。もうあんま覚えてないけど。どうしてあんなに干すのが面倒なんだろう。他のは、他の家事は好き。洗い物は割と好きだし、掃除も好きだし、洗濯干すのだけだよな。え、そうなの。リコちゃんのね生誕祭、私出れなかった。そうなんです。それよ、出たかったなって。もう出演メンバーが出て秒で送ったリコちゃん。残念だ。そう、リンコちゃんのね卒業公演も同じ日にあるんですけど、それにも出れない。残念です。残念だよ。勝手に出なさいって勝手にそこかなもうなんかステージの6番あたり一番端っこでずっとワンポジぶりで踊っとこうかないいかなもうマイクもないからさ、このエアーマイクでしれっと大丈夫そう。ライト消えたけど大丈夫そう。なんで消えたの？びっくり。よしよしよ。壊れた。え、普通に壊れたよねこれ。え、普通に壊れた。普通に壊れた気がする。普通に壊れちゃった。嫌な感じ。怪奇現象多くない？普通に壊れちゃった。大丈夫そうやめてよ、何か来たとか言わないで。嫌な予感。嫌な、もうちょっとなんか嫌な予感、嫌な予感がする。私もうどうしよう後ろに気をつけてって本当になんか何かいる気がしてきた。怖いよ怖いよ。
アピちゃん、あ、すごい、ピカピカってあ、みんなが照らしてくれてるってこと、ありがとうございます。マイセイクズさん千代田さん、あ、ミラーボールありがとう、なんかあ、明るい明るいあ、すいません、ありがとうございます、大丈夫、ありがとう。やばい、目に光がない、目に光がない、あれかな、早く今抱えているやらなきゃいけないことを片付けろっていう、もう暗示、そういうこと。カズさん、ヒューガヘンさん、千畑さん、ありがとう、ありがとうございます。ヤンカーさん、もやしいカズさん、ありがとう。やばい、目に光がなくない？近づけば目に光が生まれる。よし、こういう時は最終手段だ。え、もうなんだかんだもうこんな時間だね、あっという間。メンヘラリンの瞳をしてる。よし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 、え、もう寿命かな。確かに、いつ買ったっけな。あ、全然光弱全然光が弱かった。ちょっとスマホのライトで当ててみたんだけど、全然光が弱いね。あ、でもないよりマシじゃない、あ、ないよりマシじゃない、どんな感じ。あ、ほら、ちょっと目に光が宿ったくない？ちょっと目にチラッとチラッとチラッと、ほらほらほら、感じて、私のこの目の光。ちょっとじゃ、めちゃめちゃ近づけたらいいんじゃない？こう、もう近づけちゃってさ、ほら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 、あ、もう映ってるじゃん。時もあります、人生いつでもね、目に光があるわけではありませんですがはい、心の光は消さずに突き進んでいくことが大事だということです。そういうことですか。私はね、あの、深そうなことを言うのがちょっと趣味なのであんまり聞き流してもらって大丈夫です。そう、深そうで深くないことを言うのが趣味なので。いや、45分ってあっという間やね。私は今から現実に向き合わないといけない。私はちょっと、なんかもう永遠に配信しよう永遠に配信しようよテロップがこう、テロップ、
何分も今スマホの光照らしてるからさ時計が見えん。あ、ほらでもなんか目がチラチラ光ってるじゃん。光っとるやん、スマホのライトで。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。キューン、ディズニー、僕は立ち向かおう、ずっとずっと受け入れて、幸せとか不幸せは、原田さんでも寝たい夜があるんだって。みんなあるよ。逃げたい夜、逃げたい夜、いっぱいあるよ。団地を読もう。でも大丈夫、全然現実、今現実逃避とか言ってるけど向き合いたくない現実じゃないので大丈夫です。誕生読みます。ドドドドン、13位王子様を拾ったよさん、ありがとうございます。12位鳥さんさん、ありがとうございます。11位ビルマさん、ありがとうございます。10位みっちゃん、ありがとうございます。9位トラさん、ありがとうございます。8位ツナさん、ありがとうございます。7位ヤマイさん、ありがとうございます。6位ヒューガヒョンさん、ありがとうございます。5位カズサさん、ありがとうございます。4位もやし生活さん、ありがとうございます。3位千畑さん、ありがとうございます。2位お疲れさん、ありがとうございます。そして1位翔一さん、ありがとうございます。ありがとう。そして40番の方はえ、リン、あれなんて読むんだっけ、リン、リ、林、富、林、藤尾さん、ありがとうございます。おめでとうございますでした。じゃあね、みんな今日もお疲れ様。みんなもね、現実でね、逃げたいこともね、いっぱいあると思うけど、そんな時はここに来てねここに逃げてきてね、私もここに逃げてくるからそれでまたお互い現実に戻って頑張ろうねありがとね、うん今日もお疲れ様でした。ちょっと今目に光がないんですけど、はい、心には光が灯ってます。ライト永遠に直らないのかな、また買わなきゃね。ありがとう、お疲れ様、おやすみなさい。もう時間かな、今何時か分かんないけど切れちゃうかも。